名乗り合いは少し酔いを覚ましてからにしますかな。うるせえって、酔ってねえって。酔ってねえ、酔ってねえ、ちょっとしか酔ってねえ。あたいはお酒ならいくら飲んでもそんなに酔わないんだよ。こんなあから顔の選手は見ているだけでも深い。一瞬で型をつけさせてもらいましょう。それでは遠慮なく。羊の戦士、騙して殺す羊。虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。酔った勢い。うん、あれ、そんな、頭のてっぺんから足のつま先まで完全にただの酔っ払いでしゅか。そう、ご存知水拳だ。じいさんの方がよっぽど水拳を使えそうなビジュアルだけどな。あれあれ、あんた首どっかに落としてきちゃったの？あたい思い出したよ。その格好、その背負ってるそのかっこいいやつ、あんた始まる前から殺されてたやつだよね。ってことはどういうことになるのかな。あたい難しいことはよくわかんねえ。虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。これ中身はアルコールだよな。いただくよ。おいおい、邪剣かよ。いいじゃない、いいじゃない。水拳対邪剣なんてなかなか今やるやついないよ。なんだそれ、あんた本当にただの死体なのかよ、こんちくしょうが。もうやめだやめだ、バカバカしい。今宵の虎徹は血に飢えてたってのによ。何も焦ることはないのではないかね。待てないのかね。今はこの死体を片付けるのが先だと思うかね。察するに君は虎の戦士かね。ああそうだよ、そういうお前は牛だよな。皆殺しの天才戦士牛。私を知っているのかね。以前どこかで面識でもあったかね。やれやれ、どこかで恨みでも買ったようだがね。さしずめ君の親でも殺したかね。ここで先に虎の彼女を始末しても問題はあるまいかね。虎の戦士。初の戦士、遊ぶ金欲しさに殺す辰巳兄弟兄。二の戦士、遊ぶ金欲しさに殺す辰巳兄弟弟。生きていたらこんな感じかね。
牛の戦士、ただ殺す牛。え虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。わからないけど、弟が背負ってたのと同じ火炎放射器じゃないってのかい？その逆で、冷却液の放出器だと奥断できる。入っているのは、おそらく液体水素。はあ、液体水素ね。武器があるのに使わない理由、使えないんじゃない、使いたくない理由があるからだ。糸を組んでくれて嬉しい。ただし、やる前に一言声をかけて欲しかったものだがね。それはこっちのセリフだってのもっとはっきり言ってくれなきゃわかんねえって。ウの戦士、異常に殺すウサギ。牛の戦士、ただ殺す牛。虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。了解した。ただし、あくまで決闘は執り行う。君は私に負けて死ぬのだ。作法にのっとって名乗りたまえ。もう喋ることもしんどいってのに、死にかけの女相手にも厳しいね。ひな、正しいのか。まったく、報われすぎだ。天才との決闘の末に死ぬなんて、自分のようなろくでなしには過ぎた最後だった。どこでしくじったのか、途中からは本当くちゃくちゃだったけど、最後だけは結構ウェルメイドじゃん、あたいの人生。自分に酔っちまいそうだよ。ところで、結局君が私に抱いていた恨みとは何だったのかね。一体どこの戦場で君と私は会ったのかね。恨みなんかないよ。会ったのもこれが初めてだ。単にあんたみたいな陰気な男が嫌いなのさ。虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。牛の戦士、ただ殺す牛。